鳥取、ライナーは、西日本旅客鉄道が、山陰本線の鳥取駅、米子駅、出雲市駅間で運転している、快速列車である。1985年3月に、鳥取駅、米子駅間で快速、我が鳥ライナーとして、運転を開始し、一部は急行、白ウサギ、砂丘、三辺のほか、快速、島根ライナーや普通として直通する列車もあった。 1986年11月に運行区間が、最長と八日駅まで延長され、特急、浅潮、急行、砂急、三部、快速、島根ライナーや普通として直通する列車もあったが、90年代には、鳥取駅伊藤でも運行を行わなくなった。1994年12月に運行系統が、鳥取駅与那子駅間に統一され、 同区間を運転する快速のうち、速達タイプの列車を快速、鳥取、ライナーとして運転することになった。2021年10月2日、現在、鳥取駅与那子駅間に、平日下り5本上り4本、と休日は4往復。鳥取駅出雲市駅間に折り1本のみ、運転されている。鳥取駅鳥取大学前駅、浜村駅青谷駅倉吉駅、 浦安駅赤崎駅放機大線駅、米子駅、この間、例外なしの各駅停車、出雲市駅、後藤総合車両所に所属する、キハ126系、キハ121系を使用している。通常は2両編成で運転され、2019年3月16日ダイヤ改正時点で、全列車が、全区間で、ワンマン運転だが、 不定期で3から5両編成の車掌乗務列車で運行することもある。快速、我が鳥ライナー。ありがとうございます。